こんにちは、明星和楽です。カフェで働くメンバーで1日カフェ巡りというテーマで撮ってみました。そしてここからは博多弁でお送りします。どうぞ。エッグベネディクトはパン、卵、ベーコン、ボランデーズソースで作るらしいじゃん。卵を割って準備しとこう。ベーコンはカリカリに焼くのが美味しいというね。お家でミントを育てとうけん、取れたてのミントとレモンを入れたお水を作るよ。パンを焼いたらマスタードを塗って、ベーコンとポーチドエッグをのせるよ。そしてボランデーズソースをかけるんやけど、レシピは概要欄に書いておけん、それを見てね。これでおしゃれなカフェモーニングが完成です。意外と簡単やけん、みんな真似してみてね。次はランチ、オムライスを食べるよ。涙が出るかもしれんけど、玉ねぎをみじん切りにしてバターで炒めていく。オリーブオイルを足して小さく切った鶏むね肉、ミックスベジタブルを入れたら混ぜます。熱々のご飯を入れるよ。熱々がポイントやけんね。コンソメ、ケチャップを入れてしっかり混ぜ混ぜ。卵を作っていくんやけど、1人分は2個がいく。周りが焼けてきたら箸で寄せてぐるーってますったい。そしたらおしゃれなカフェで出てきそうなドレスとオムライスになるとやん。じゃーん、ちょっと緑を足したら完成。おやつにスーパーカップで作るシェイクはどう？牛乳と好きな味のソースを用意してね。全部容器に入れて混ぜるだけやけん、割り簡単じゃん。抹茶とかコーヒーもバリおすすめやけん、いろんな味で作ってお気に入りを見つけてね。甘いのが好きな人はホイップクリームのトッピングがおすすめ。夜はコーヒーカクテルでバー気分。材料は牛乳、紅茶リキュール、コーヒー。お家で映画とか見ながらおしゃれに飲まん。紅茶リキュールを指3本分くらいまで入れたら、続きましてコーヒーをグラスの6分目くらいまで入れます。福岡の人はもう好きやけんね。牛乳をいい感じに入れます。おー、シャルトンシャル。さあ、これで完成です。